お待たせいたしました。来る3月17日東京体育館にて開催されますアベマプレゼンツライズエルドラド2024についての記者会見を始めさせていただきます。この模様はアベマにて生中継されております。配信をご覧の皆様、最後までどうぞお付き合いください。さあ、ライズ年間最大のビッグイベントと言われていますエルドラド、今年も開催が決定したわけでございますが、では具体的にどういった内容なのか、どういったコンセプトなのか、そのあたりをライズ代表伊藤隆よりご説明を申し上げたいと思います。では伊藤代表、お願いします。よろしくお願いします。ライズ年間最大のイベントエルドラドの会見発表させていただきます。今回のテーマでですね、まさにツアーモノ VS ツアーモノイコール最強、それにふさわしいカードを組めたと思っております。それで本日はね、5カード発表させていただきたいと思っております。ですね、まだチケットですけども、発売はまあ2月頭を予定しておりますので、そちらはまた発表次第お待ちいただけたらと思っております。また本日13時からですね、K1 の方で、会見がありましたけども、対抗戦5対5を行います。また3月17日エルダドでもですね、5対5の対抗戦を行うことが決定しております。ですのでトータルで10対10の対抗戦となります。まあ、こちらはですね、選手カードなど厳選中でありまして、宮田プロデューサーと面白いカードを組んでいきたいと思いますので、ファンの皆様にもね、声を聞かせていただきたいと思いますし、選手たちの声も聞きたいと思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございます。たった今発表がございましたが、昨年以上にバージョンアップした形で K1 との対抗戦が行われるということです。10対10の対抗戦、どうぞご期待ください。では早速ですが、アベマプレゼンツライズエルドラド2024の対戦カード発表へと参りましょう。では一つ目のカード、伊藤代表、お願いいたします。バンタム級加藤優吾 VS ジャヌスックブーナランムエタイ。はい、それでは選手に登場いただきましょう。まずはライズバンタム級3位、間に合いますでしょうか。バンタム級3位、リキックス加藤優吾選手、センターにお願いします。はい、それではポーズをお願いします。はい、そして対戦相手のジャランスク選手、本日欠席となりますので写真パネルで代用させていただきます。はい、それではご着席ください。まずはバンタム級の対戦カード発表がございました。では伊藤代表、続けてお願いいたします。スーパーライト級ケンタ VS ユーラ。はい、それでは登場いただきましょう。ライズミドル級15位、ダイヤタイガージムユーラ選手、はい、ありがとうございます。続いてライズスーパーライト級9位、ハヤトジムケンタ選手、はい、それでは両選手並んでお願いします。はい、スーパーライト級の一戦発表されました。両選手ご着席ください。では伊藤代表、続けての対戦カードお願いします。バンタム級アリーショア VS 松下武蔵。では選手に登場いただきます。ライズバンタム級10位、ゴッドサイドジム松下武蔵選手、続けてライズバンタム級9位、アローズジムアリーショア選手、
では両選手並んでお願いします。向かい合ってお願いします。はい、ご着席ください。では伊藤代表、続けての対戦カードをお願いします。フライ級松本天守 VS 那須川龍神。では選手に登場いただきましょう。ライズフライ級4位チームてっぺん那須川龍神選手。続けてライズフライ級1位ターゲット渋谷松本天守選手。では両選手並んでお願いします。向かい合ってお願いします。はい、ありがとうございます。ご着席ください。それでは各選手から今回決定した試合についての意気込みをいただきたいと思います。それではですね、まずは加藤選手からお願いできますでしょうか。加藤英語です。一昨日ぐらいに試合相手決まって、すごい日本人とだと思ってたんで、すごい強豪の外国人が相手なんで、びっくりしたんですけど、すごいガンガン前来る選手なんで、自分も下がらず前出て面白い試合して、勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。加藤選手でした。対戦相手ジャルンスック選手に関しては私の方でコメントを代読させていただきます。ジャルンスック、ブーンラナームエタイと申します。ライズに戻ってくることができてとても嬉しく存じます。人々にもう一度見てもらえる機会を賜れたことに感謝申し上げますといただきました。では順番が逆になりまして大変失礼いたしました。この試合、決定のいきさつ含めて伊藤代表に見どころを語っていただきたいと思います。代表お願いします。はい、ジャルンスックはですね、昨年12月大崎和樹との試合、本当に、ドロー、本戦ドローで延長で負けてしまいましたけども、本当に素晴らしい内容でした。ルールに本当にアジャストしてて、まだ若干17歳、まだ今後のライズのバンタム級を左右する選手かと思っております。また加藤優吾もですね、非常にアグレッシブなファイトスタイルなので、この両者対決非常に楽しみです。今後の先ほども話しましたけどバンタム級左右する試合になるのではないかと思っております。はい、ありがとうございました。では続けて、スーパーライト級の試合ですね、健太選手と優良選手の対戦カードの見どころにつきまして伊藤代表を続けてお願いいたします。ユーラはですね、現在ブレイキングダウンでも活躍中なんですけども、先日ライズウエストで、ネギマジンと70キロ戦いまして、最初はダウン取られたんですけども、後半またダウン取り返して見事逆転勝利、その試合内容を見ましてですね、私自身、ランクアウト全然対等できると思いまして、今回このカードを組み合わせていただきました。ケンタはですね、トータルバランスが良い選手でありまして、叩き上げのライズファイターの意地を見せてほしいと思っております。またユーラは65キロがベストということなので、どのような動きができるかというのが非常に楽しみであります。はい、ありがとうございます。では実際に選手のコメントをいただきましょう。まずはユーラ選手からお願いします。宮崎県のダイヤタイガージムから来ましたユーラです。今回はこのようなめちゃくちゃ大きい大会にご招待いただきありがとうございます。この試合勝てば、スーパーライト級のランキングに入れるということで、絶対に勝ちに行きたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて健太選手お願いします。
はい、ハヤトジム健太です。まあ、意気込み、宮崎県出身、僕も宮崎出身で、でブレイキングダウンですごい有名って聞いて、すごいやんちゃな子なのかなと思ったら、すごいいい子なんでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、宮崎を、同じ宮崎なんで絶対宮崎を背負って僕は負けらんないなと思ってるんで、しっかり、まあ、バチバチの試合して倒したいなと思ってます。はい、ありがとうございました。では続きましてバンタム級の一戦ですね、アリー選手と松下選手の試合に関して、伊藤代表、注目ポイントをお願いいたします。アリーはですね、昨年12月に加藤優吾に判定負けをしまして、松下もですね、12月に池田との試合で判定負けをしましたけども、内容は本当に素晴らしかったと思います。負けてはしましたんですけども、すごい評価される内容だったと思います。まあ、この勢いのある若手2人が激突するということで非常に楽しみであります。はい、ありがとうございます。では選手のコメントもいただきましょう。まずは松下選手からどうぞ。こんにちは、ゴッドサイドジム所属の松下武蔵です。今回の試合の強者 vs 強者、その言葉にふさわしいような試合をしようと思っているので、皆さん楽しみにしてください。ありがとうございます。では変わりましてアリー選手お願いします。はい、アローズジムのアリーです。前回ちょっと自分の試合を、まあ、やってきたことは見せれなかったので、今回ちょっとしっかり見せて勝ちに行きます。はい、ありがとうございます。では最後にフライ級の一戦ですね、松本選手と那須川選手の試合に関して決定のいきさつ含めまして、伊藤代表お願いします。はい、このカードまだ実現してなかったんですね。ありそうでなかったようなカードで、パワーの松本、テクニックの龍神、松本はですね、昨年鹿児島とのタイトルマッチで敗れてしまいましたけども、若手の中で最も勢いのあるフライ級の選手だと思っております。また龍神はですね、 MMA にチャレンジしたり多方面で活躍している選手ではありますけども、このマッチメイク、お互いにとってリスクのある戦いになると思います。見どころ十分だと思っております。はい、ありがとうございます。では選手のコメントいただきましょう。那須川選手お願いします。那須川龍神です。今このような状況の中、対戦していただく松本選手、ありがとうございます。そうですね、本当今回、ランキング1位である、松本選手にここに勝てば、しっかり自分の実力も証明できるし、タイトルにも一気に近づくと思うんで、ここはしっかり勝ちに行きますけど、しっかり KO も狙っていきます。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では変わりまして松本選手お願いします。ターゲット渋谷の松本選手です。まずこのようなでかい大会に出場させてくれた伊藤代表、ライズ関係者の皆様、ありがとうございます。と対戦を受けてくださった那須川選手、ありがとうございます。この前タイトルマッチで負けてしまったんですけど、また本当タイトルに近づきたいので、ここは絶対勝たないといけないと思いますし、知名度も本当実力もめちゃくちゃある選手なので、勝ちに行きたいと思います。あと、元旦に能登半島大震災があったんですけど、その人たちに勇気と希望を与えられるような試合をしたいと思います。応援お願いします。はい、ありがとうございます。それではここで質疑応答を受け付けたいと思います。記者の皆様、質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前をおっしゃった上でご質問ください。では順番にマイク回したいと思います。スポーツライターの布施と言いますけども、登壇されている全選手に質問です。対戦相手の選手としての印象と、今どんなふうに分析しているかというのを教えていただけますか。では順番に加藤選手からお願いしましょうか。相手の試合前の大崎選手との試合見て、もうガンガン前出て下がんない選手だなっていうのと、あと打たれ強さもあって、
なかなか引かないんで、自分も、まあ、同じ感じなんで、ちょっと、思い切り言って、倒しに行こうと思ってます。ありがとうございます。では続いて優良選手お願いします。序盤は結構テクニックがすごくて、なんかあんまりガツガツいくタイプじゃないのかなと思ってたんですけど、後半結構パワフルな殴り合いをするので、多分面白い試合になると思います。続いて健太選手お願いします。まあ、正直試合しっかり見てないんですけど、まあ、前回のそのネギマジンとの試合を見て、まあ、パンチがすごい上手だなと思ったんで、まあ、打ち合えればすごい楽しい面白い試合になるかなと思ってます。では続きまして松下選手お願いします。パンチのテクニックとかもすごいあると思いますし、まあ、結構打ち合ってくれると思ってるので、面白い試合になるんじゃないですかなと思いますね。アリー選手お願いします。そうですね、面白い試合になると思います。印象は、まあ、バンタム級で一番スピードあるんじゃないかなと思ってます。でライズに来てからまあ試合見てるんですけど、まあ、結構魅力のある試合をしてるんで、自分とは噛み合うかなと思います。はい、では続いて那須川選手。そうですね、まあ、スピードが本当めちゃめちゃ速いなっていうのと、まあ、なんかスイッチが入ったら手がつけられないなっていう印象です。はい、松本選手。はい、那須川選手はやっぱ一試合一試合すごく本当レベルアップしてるので、まあ、そこ試合の時に本当対応していける実力は今から本当つけていこうかなと思っています。はい、はい、以上となります。他にいかがですか。音楽隊熊子です。松本選手をお聞きしたいんですけども、ターゲット渋谷に移籍されたんでしょうか。これどういうような理由で。あ、そうですね、まあ、人生一度きりっていうのもあって、やっぱ東京に来てちょっとまた頑張りたいなと思ったので、で、まあ、ターゲットを渋谷にしたのはやっぱ、まあ、出稽古とかもさせていただいて、まあ、ヤーマンさんや日立ヒューマさん、本当すごく環境が整っているのでいいなと思ってターゲット柴田さんにしました。あと地震の影響だったんですけども、どんな影響は。まあ、でも僕の住んでる地域はそんなに、まあ、地震だけって感じだったんですけど、やっぱ能登の方の方とか断水とかいろいろあって、で本当石川県の人だけじゃなくて、本当県外の方からもいろいろ支えてもらって、物資とかで本当に能登の人たちはみんな助かってると思ってます。リー選手したんですけども、まあ、年末にMMA の方を体験されて、まあ、その時の経験が今回このライズの試合でどのように生きるのかというのと、あと今後 MMA の予定はあるんですか。そうですね、まあ、MMA は本当今後ともやっていきたいと思ってますし、まあ、MMA の練習も今もずっとやっていってるんで、まあ、これを MMA やってることですごいなんかキックボクシングの部分でもすごい成長を感じれてるので、まあ、本当いい影響しかないですね。はい、優良選手をお聞きしたいんですけども、まあ、ブレイキングダウンに出られているということで、おそらくやはり話題性がすごくあると思うんですが、そのブレイキングダウンをこう背負ってそのプロのリングに立つという気持ちもあるんですか。まあ、その気持ちもとてもあります。なんかこうブレイキングダウンの自分とこうライズのこうプロの試合のこう違い、自分のこう違いっていうのはありますか、試合で。
やっぱブレイキングダウンはやっぱり1分しかないんで、初っ端からもうガチでいきますけど、やっぱライズとかそのプロの大会はちゃんと3分3ラウンドあるんで、ちゃんと綺麗な戦い方もしつつ面白い試合をしたいなと思ってます。健太選手にも聞きたいんですけども、こうなんていうか、またしてもこう話題性のある選手との戦いということになりましたけども、そこについてはどう思ってますか？いや本当にありがたいなと思いますし、本当にライズの関係者の皆さんには本当感謝してます。まあ、逆にすごい背負うものも、負けると失うものも多いんで、まあ、プレッシャーをめちゃくちゃ感じる毎日になると思うんですけど、まあ、そこも楽しみながら生きていければいいかなと思ってます。はい、よろしいですか？はい、ではお願いします。続いて加藤選手に質問です。ジャヌンスク選手ね、昨年大崎選手とやってるっていうことで、どうしても大崎選手との試合と比較されるとは思うんですけど、その辺は意識しますか？そうですね、大崎選手も倒せなかったんで、まあ自分倒したら結構インパクトあるし、次につながる、な今年どう行くかっていうのにつながるかなって思ってます。ありがとうございます。有井選手と松下選手にも質問です。ね、お二人ともちょっと前回残念な結果には終わってしまいましたけども、前回の試合から今の自分がどんなところ進化してこの試合に臨めるかっていうことをちょっと具体的に教えていただけますか？そうですね、まあ、前回の試合からまあ自分の中 の, その修正点というか反省点というものも自分の中で分かってますし、まあ、次回の大会にまあどう つなげていくかじゃないですけど、まあ、そういう面も進化しているところを見せられたらなと思います。そうですね、まあ、課題はまあいっぱい出たんで、まあ、すぐ試合終わってすぐ修正して、でそうですね、まあ、試合の感覚を忘れずにまあずっといい感じでトレーニングできてるんで、まあ、次は試合感も取り戻しつついい試合できると思います。よろしいですか？他にご質問いかがでしょうか？よろしいですか？ではなければ質疑応答は以上とさせていただきます。そして今日の記者会見第1部もこれにて終了となります。この後は第2部を取り行いますが、準備が整いますまでしばしお待ちください。お待たせいたしました。この時間はアベマプレゼンツライズエルドラド2024対戦カード発表会見を行っております。先ほどの第1部に続きまして、ここからは第2部となります。さあ、対戦カード第1部でも発表ございましたが、実はこの第2部ではまだ対戦カードの発表がございます。注目の対戦カードをこの第2部の発表に持ってきました。ではその対戦カードにつきましては伊藤代表から発表をお願いします。はい、5つ目のカードです。ライズ世界バンタム級タイトルマッチ、王者シロ VS 挑戦者タマルトキ。はい、すごいカードが発表されました。では実際に両選手にここで登壇いただきます。まずはトライハードジム所属ライズワールドシリーズ2023 54キロトーナメント王者挑戦者タマルトキ選手。続いてビーベルキックボクシングジムライズ世界バンタム級王者、今回が初防衛戦となりますシロー選手。では両選手並んでお願いします。では向かっ
向き合わせでお願いします。はい、ありがとうございます。両選手ご着席ください。昨年のワールドシリーズの結果を受けて、実現するタイトルマッチという形になります。では改めて、この一戦に向けた期待も含めて伊藤代表お願いします。あの王者の白にね、あの対戦相手挑戦者として、田村時計決定しました。まあ、あの田村時計は12月のトーナメントで、見事クマンドイからダウンを奪って、優勝しております。挑戦者にはね申し分ない相手だと思っております。またあの一方白もですね、12月に文朗との対戦で KO 勝ちをしております。これは本当に世界タイトルマッチにふさわしいカードがあのマッチメイクができたんじゃないかと思っております。やっぱり田丸はいろいろとね紆余曲折があったんですけども、彼は今年がね勝負の年なんじゃないかと思っております。やっぱりファイターなんでね、試合内容でしっかり発言していくべきだと思いますし、頑張っていただきたいと思っております。まあそうですね、まあ、5ラウンド延長無制限となりますので、これはどのように戦うかというのが非常に重要かと思っております。はい、ありがとうございます。注目のタイトルマッチが決定いたしました。では実際に戦う両者からコメントをいただきたいと思います。まずは田丸選手からお願いします。こんにちは、トライハードジムの田丸時です。まずはこのようなカードを組んでいただき、伊藤代表、ライズ関係者の皆様本当にありがとうございます。でそうですね、去年は、ビッグマッチ、ライズのビッグ大きい大会にもう全部出させてもらって、で5試合して全部勝つことができたんです。できて2023年 の, ライズを引っ張ってきたっていう自負はあります。で今年伊藤代表が言ったように勝負の年だと思ってるんで、しっかりと選手としての価値を高めて、たまる時を見せていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。では代わりまして志郎選手お願いします。こんにちは、 BL ジムの志郎です。まあ、試合が決定したのは、本当に確定した 2,3 日前で、それが決まるまでも誰戦うんだろうっていう感じだったので、自分自身誰が来ても構わないですし、チャンピオンである以上、挑戦者が誰であっても、強い姿っていうか、勝たないといけないと思ってますので、自分自身別に対戦とか誰でもいいので、しっかり防衛する方が難しいと言われているので、しっかり、防衛して、ベルトを守りたいと思います。はい、ありがとうございます。では記者の皆様からも質問をここで受け付けたいと思います。ご質問ある方はどうぞ。はい、スポーツライターの布施と言いますけども、両選手に質問です。今フェス2フェースをした時にこの向かい合った印象っていうのを聞かせていただけますか。では田丸選手からお願いしましょうか。そうですね、あんまりその体格差感じないかなっていうぐらいですかね。では同じ質問を志郎選手。そうですね、こうやって向かい合ったらそこまで体格差感じ、試合の時にどうなるのかなっていうのは思いますけど、そこまで身長差とかそういう体格差は感じなかったので、自分も同じ印象です。はい、もう一つ。はい、どうぞ。田丸選手に質問です。トーナメントで優勝して今もね、そのベルトを持ってますけども、このベルトを持ってなんか自分で変わった部分って何かありますか。そうですね、すごい周りからの評価というか、しっかり世界一になったぞっていうのはあるんで、すごい認めてもらえたというか、それはすごく感じますね。はい、今回のタイトルマッチ、トーナメント54キロでしたけど、今回55キロですけども、このプラス1キロって部分はどういうふうにこう考えてますか、感じてますか。そうですね、自分自身の動きというか、それはあんま気にしてないんですけど、やっぱり相手の白選手は55キロが適正だと思うんで、そこでどんぐらい変わるのかなっていうのはありますね。続けて白選手質問です。田丸選手の決勝戦、白選手も戦ったクマンドイ選手と田丸選手の試合というのはどういうふうにこうご覧になって、どういう印象だったでしょうか。やっぱり
スピードが、まあ、田村選手あったなと思いますし、まあ、やっぱりなんていうんですかね、その3ラウンドの戦いっていうので、その、まあ、那須川天心君が言ったように1、2でポイント取って3で、まあ、ディフェンス重視 でポイント死守って感じの3ラウンドの戦い方は、まあ、お手本じゃないですけどっていう感じの戦い方だったなっていうのは自分が見てて思いましたね。まあ、でも今回5ラウンドなんで、まあ、5ラウンドで55キロは自分がすごい適正だと思ってますので、まあ、そこは自分の方が分があるんじゃないかなっていうのは思ってます。よろしいですか。はい、他にいかがですか。はい、どうぞ。まずチャンピオンを聞きたいんですけども、その54キロから55キロ、この1キロの差っていうのはこれどう影響するものでしょうか、試合に。まあ、試合に、そうですね、試合の時、まあ、あんま落としてそんな強くなった選手ってあんま聞かないじゃないですか、その全競技において。でそれがやっぱりその1キロでその脂肪を落とさなきゃいけないの でやっぱりその練習で疲労が溜まっているのに、その炭水化物の量とか増やせない状態が続いて、やっぱり、まあ、パフォーマンスとかスタミナ的にやっぱり落ちる部分があるので、まあ、そういった意味を含めてやっぱり1キロっていうのはその格闘技とかにおいてはすごい重要だなっていうのは自分は身をもって分かりましたね。格闘技に三段論法はないと思うんですが、その九番同意に勝ってるという部分に関してどういうふうに考えてますか。勝ってる、まあそう、まあでも、まあ、5だったらどうだったのかなっていうのはいうような感じではあったので、うん、まあ、ダウン取ってで多分取らなかったドローじゃないですかとかだったと思うんで、まあ、そこは何とも言えないですね。勝負の世界なので、まあ、ダウン取られた方が悪いですし、うん、だから例えば自分が玉田選手に勝ったからって別にクマンドに勝てるっていうのも限らないですし、まあ、何とも言えないですけど、まあ、自分じゃそこまで気にしてないですね。玉田選手をお聞きしたいんですけども、以前に55で、55のチャンピオンの鈴木雅彦選手に、挑んで敗れていることがあると思うんですが、また今後55にでやるということに関して以前の自分とどう違うっていうのありますか。そうですね、まあ、あの時僕あの17歳とかなんで、あの体もあの子供だと思いますし、本当に当時無敗だったんで、まあ、勢いだったりとか、そのなんて言うんだろう、怖いもの知らずみたいな感じで、戦ってたと思うんですけど、やっぱりそのすごい怪我だったりとか挫折も経験して、今こうやっていい状態でいるんで、あの時とはやっぱ全然違うのかなと思ってます。まあ、54キロの世界トーナメントで優勝して今回その55キロの世界タイトルということなんですけど、この55キロの世界タイトルを取るということは田丸選手にとってこうどういうような意味がありますか。正直ベルトだったりとか肩書きで語られる選手になるつもりはないんで、結果的に田丸時が持っているベルトっていうふうに思ってもらいたくて、そうですね、なんかこの55のベルトを取ったからとかじゃなくて、自分の試合をやっぱ見てもらって評価してもらいたいんで、うん、そこをやっぱ結果だったりとか内容が問われてくるのかなというふうに思ってます。はい、よろしいですか。他にご質問いかがですか。はい、すみません、お二人に伺いたいんですけど、お互いにその相手よりどう考えても俺の方が上回ってるっていう部分があれば教えてください。では田丸選手からお願いします。スピードと勢いですね。では白選手。まあそうですね、まあ、スタミナと分析力じゃないですかね。よろしいですか。他にご質問は。はい、両選手に質問です。すでにかなり対戦相手に関して分析をされて、されているとは思いますけども、今回3分5ラウンドの戦いの中で山場は何ラウンドぐらいに来るというふうに予想されていますでしょうか。では田丸選手。正直あんま見てなくてまだ。そうですね、でも
僕個人的にはもう1ラウンド目でいけんなって思ったらいけると思います。はい、シロ選手、まあ、向かい合ってからで変わると思うんですけど、まあ、1か4じゃないかなって思ってます。よろしいですか、他にご質問は。はい、ではマイクを。ちょっと本題と変わるんですが、伊藤代表にちょっとお聞きしたいんですけども、その K1 と の, その対抗戦についてなんですが、まあ、向こう側はその、まあ、K1 のリングでそのライズを叩きのめすというようなことを先ほど、発言されたんですけど、まあ、それに対してどう答えますかというのと、あとどういうようなメンバーを用意しようと思ってますか。まあまあ向こうの発言に対して、まあ、うちは K1 でもライズでも叩きのめしますよ、もちろん。もちろんそれは過去の結果が見えてると思うんで、まあ、ただ盛り上がるマッチメイクメイクを組みたいと思ってますし、そうですね、まあ、あと今後カードに関しては、まあそのまあファンが望むカード、まあ皆さんが予想するカードっていうのはあると思うんで、まあそこら辺も実現に向けて動きたいと思ってますし、まあ郡司選手がねダブルタイトルって言ってましたけども、ルールが違うじゃんっていうネガティブなことは考えてないですからね。ポジティブに考えております。そういう発言は素晴らしいと思うので、でもタイトルマッチだったらもう5ラウンドだったらどうっていう、まあ、ルールは別にしてね、そんな思いもありますし、まあ 10対10になるんで、ここは3月17日20日と、3日違いなんですけども、共に良いビンドで盛り上げていけたらなと、今年の起爆剤になればなと思っております、というのがですね、K1 対抗戦っていうのがあるんですけど、おそらくこのタイトルマッチがメインじゃないかと思うんですけど、そういうものに対してそのザ・ライズみたいなそういう試合を、自分たちが見せるというお気持ちはお二人はありますでしょうか。そうですね、まあ軽量級でやっぱ志郎選手もめちゃくちゃ強くて、すごいレベルの高い最高峰の試合になると思うんですけど、まあ、僕個人的にはその K1 さんもそうですし、そのいろんなカードが組まれると思うんですけど、まあ、その中でたまるときはやっぱ違うなっていうふうに、頭一つ二つ突き抜けたいと思ってるんで、もう相手がどうこうじゃなくて、もうその自分を見てもらいたいです。まあ、対抗戦したのは自分も皆さんと同じように今日知ったので、あれ俺呼ばれてねえじゃんと思ってあれ対抗戦出れないんだと思って、ちょっと多分年に1回とかじゃないですか、まあ、出たいって思いもありましたけど、まあ、やっぱりそれよりもやっぱり、まあ、ライズの世界ベルトっていう、まあ、本当に意味あるものを、まあ、防衛しなきゃいけないっていうのはやっぱり思いがあるので、まあ、しっかりそのまあ、ライズの選手同士の戦いになりますけど、まあ、ライズがやっぱり、まあ、技術も含めてそうですし、まあ、本当にキックボクシングで一番だっていう意味のある、そうですね、タイトルマッチにしたいなっていうのは改めて思いました。よろしいですか。はい、質問に関してはよろしい。あ、もう一つ、はい、どうぞ。伊藤代表に一つ質問です。まあ、先ほどやられたK-1 の会見の中で、まあ昔の K-1 を作られた石井和義さんがアドバイザーとして復帰するっていうニュースが流れましたけども、この石井さんが復帰したってことは、この今後のこの立ち技格闘技にこう大きな影響を与えていくっていうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。まあ、そうですね、僕も現役中ね、石井館長にお世話になったりもしましたし、やっぱり立ち技格闘技の盛り上げた先駆者でもありますし、もうすごいノウハウを持ってると思うんですね。すごく影響あると思います。先ほど僕も会見を拝見させていただいたんですけども、発想もね、やっぱ普通の人とは違うので、そういう部分ではすごく館長のアドバイザーという立ち位置は僕は非常に楽しみでありますし、まあ、どのように変わるかっていうのもちょっと見ていきたいなと思いますね。はい、よろしいですか。質問に関してはいかがですか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は以上とさせていただきます。
改めて今日は年間最大のイベントライズエルドラド対戦カード5つ発表がございました。まあ、今回のこの発表5つの対戦カード、さらには対抗戦含めて改めて最後は伊藤代表に総括していただきたいと思います。お願いします。はい、今日本日5カードを発表させていただいたんですけども、まあ、現在交渉中のカードも多数ありまり、決まり次第発表させていただきたいと思います。まあ、エルドラドに関してはですね、会見をあと3回ぐらい開きたいと思っております。まあ、今回の東京体育館という場所が初めてでしてね、まあ、千駄ヶ谷駅から近いという場所で非常に立地もいい場所なんですね。非常に我々としても楽しみでありますし、まあ、試合以外のパフォーマンスや何かを入れたいとも思ってますし、あとそうですね、今私が言わせていただくのは参戦予定選手をちょっと今私の方から言わせてください。で、参戦が一応予定している選手ですけども、大崎和樹、宮崎小雪、門口圭介、鈴木雅彦、白鳥大樹、チャド・コリンズ、中村寛です。対抗戦に関してはね、今後宮田プロデューサーK-1 さんといろいろと話して決めていくんですけども、まあ、これ先ほども話したんですけども、まあ、SNS だったりいろんな部分でファンの意見も聞いてみたいという思いもあります。ライズでの年内年間の最大のイベントエルドラドをお楽しみいただけたらと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。参戦予定選手として現役のチャンピオン、それから元チャンピオン、もう強いファイターたちがゴロゴロ今発表されましたので、どうぞご期待いただきたいと思います。アベマプレゼンツライズエルドラド2024は3月17日の日曜日、東京体育館にて開催されることが決定しております。なお、この大会はアベマで独占生中継も予定されておりますので、合わせてご期待ください。以上をもちまして本日の記者会見は終了とさせていただきます。記者の皆様、お集まりくださいまして誠にありがとうございました。そしてアベマをご視聴の皆様、誠にありがとうございました。